緊急事態宣言が解除された後の酒の提供について東京都は感染対策が徹底された店で時間を限定して認める方向で調整していることが分かりました関係者によりますと宣言が解除された後東京都は感染対策を徹底していると都が認証している飲食店に限って酒の提供を認めることで調整しています 酒を提供できる時間は午後8時までとすることを軸に、応じた店には協力金を支払うべく国と調整を進めています。とは同じく宣言が解除される見込みの神奈川、埼玉、千葉の3県と酒を提供できる時間について足並みを揃えたい考えだということです。